ロシアによるウクライナ侵攻に対し、現在原爆ドーム前で抗議活動が行われています。様子を伝えてもらいます。宮脇さん。優しく揺れる一つ一つの小さな炎が力強いメッセージを発しています。原爆ドーム前ではロシアの軍事侵攻に対する抗議活動が行われています。1300個のキャンドルが用意され、英語、さらにはロシア語で戦争反対、核兵器の使用反対、今強いメッセージが発せられています。市民団体が企画した今回の抗議活動、思いは2つあります。国連憲章に明確に違反するロシアの軍事侵攻をすぐに停止させること、そして核兵器の使用をちらつかせたロシアの威嚇に強く抗議することです。核廃絶を訴えた哲学者森竹一郎さんの娘さん、自身も平和活動を行っている森竹春子さんが今スピーチを行っています。森竹さんは戦争や侵略により多くの命が失われ、その先に行き着くことを心配している。その先とは言うまでもなく核兵器の使用、多くの人が今なお苦しむこの広島から核戦争反対を訴える、そしてこの戦争を止めなくてはならない、そう力強く訴えています。原爆ドーム前から中継でお伝えしました。